ゆりが丘クリニック通信です。今回もゆりが丘クリニック山中清先生にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。はい、先生今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回はね、私も年齢的にちょっとこう、はい、ドンピシャなんですけれども、はい、女性の更年期障害について9月の前半も後半も、はい、それぞれ違う角度でお話をいただきました。はい、先生前半は、はい、前半は日本漢方で、更年期障害を考えました。うん、日本漢方というのは気血水とこの3つでなっております。気分の気で血液の血で、水の水ですね。それをがそれぞれ、不調を起こしていく時期時期によって違う、それによって治療法を考えるというのは日本漢方であります。うん、はい、でまたこれ後半号としては、はい、同じ更年期障害ではあるけど中医学的に考えるということであります。中国の漢方、そうですね、はい、で中国の漢方と日本の漢方元はルーツは一緒です。1800年2000年前は全く同じ根からできました。しかしまあそれぞれ、それの大陸にあった気候にあった漢方、また島国の日本にあった漢方というふうに、異なる発達をしてまいりました。しかし、中医学的な考えというのはやはり、これはこれでまだ優れている面があります。うん、日本漢方は日本漢方の良さがあります。だから、中医学的な考えを現代の日本に、また中国をそのまま持ってくるんじゃなくて現代の日本のこの島国に合わせたように考え方だけを導入するというふうに考えていけば中国医学、つまり中医学というのも日本で十分通じると考えて説明しました。中医学で考えるのはまあ、やっぱり腎というのは女性は7の倍数、男性は8の倍数、それから腎が衰えてどこに影響していくのか、その影響によってそれぞれ症状が出てくるというまで分析の仕方が日本は気血水、中国は腎からどこの臓腑に具体的に影響を及ぼすのかというふうに考えていきます。考え方は違うけど、まあ目標としていることは全く一緒であります。日本漢方で行き詰まった場合は中学でヒントがある、中学で行き詰まれば日本漢方にヒントを求める、つまりこれ2倍のチャンスを得るということで両方学ぶというのはとても有意義だと私は考えています。はい、まあ、同じ更年期障害をそれぞれの角度で、はい、あの前半後半でお話ししていただきましたので、はい、ぜひねあの、はい、ラジオでも聞いていただいて、はい、あの本編、はい、あのしっかり聞いていただければと思います。はいはい、ということで先生今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。